ハロー YouTube ニーハオヨーコンアンリンチです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、新しい世界を突き進むバイリンガルの僕がですね、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。はい、今日の中国語なんですけどもね、新偉大ということで、このですね、新偉大っていうのはですね、まあ、新しい世代のことですね。中国語で新偉大って言いますね。はい、今日の中華ニュース1個1個、言っていきましょう。はい、1個目はですね、まあ、最近ね、例の病気のせいでですね、まあ、世界中で経済的に悪くなっていって、でアメリカの方ではね、なんていうの、まあ、補助金をね、上げているみたいなんですよね。まあ、貧しい人にはね、収入がない人には補助金あげたりとか、まあ、ロックダウンとかでね、収入が減った人にも補助金あげたりとか、なんか失業保険とかがなんか下手に仕事に出るよりたくさんもらえるということで、なんかみんな喜んで仕事に行かないと、そういった状況も出ているという、話なのですが、まあ、それに対してね、まあ、中国国内でなぜ、中国国内ではね、クーポンは、出しているみたいなんですけども、まあ、要はね、現金とかはね、なぜ配らないのかと、いう話 なんですけども、まあ、それに対してね、中国国内のこれは経済学者なのかな、お名前はね、リダオクイっていうんですけども、まあ、お名前はどうでもいいとして、まあ、その人がですね、なんでお金を出さないかっていうと、中国国内にはですね、本当に貧しい人はいないからだと、そういうふうに、ね、発言したということでね。はい、皆さん覚えておいてくださいね。中国国内には本当に、貧しい人はいないんですよ。うん、これね、中国の経済学者がね、言ってますからね。はい、中国には、本当に、貧しい人はいません。はい、ですね、その次の中華ニュースなんですけども、まあ、例の病気に関してですね、賞金制度が出てるということで、なんか最高でこう2万元もらえるということで、なんていうのかな、まあ、要はね、まあ、例の病気にかかっているという、疑われる人を見つけて、それを、ね、通報してですね、本当に、なんていうの、その感染確認された場合、最高でね、2万元がもらえるということですね。はい、すごい賞金ですね。これはみんなね、まあ、通報したがりますよね。それでね、まあ、その疑われる人を、そのなんていうの、例の病気だと疑われる人を、発見してですね、まあ、そのまあ、なんとかのテストでね、陽性が発覚した場合には、5000元と、まあ、一応なんか感染確認とPCR による、陽性をね、区別できているんですね。これすごいですね。区別できるようになったんですね。まあ、そんな感じでね、まあ、通報制ができたということでね、こいつはすげえやと、いう感じのね、話に、ね、なっていますね。そこまでしてね、捕まえたいんですかね。これもすごいですね。はい、それでですね、新偉大ということでね、新偉大ね、中国にもね、ちょっと、まあ、リンリン法と呼ばれる、まあ、00年以後に、2000年以後に生まれた、子たちという、ことでね、その人たちがね、ちょっとどんな感じになってるのかと、とあるね、まあ、005、リンリン法、この、まあ、まあ、要は新世代がね、新偉大がですね、まあ、面接に行きましたと、面接に行ったところ、なんつうのかな、そこの人事部の人、がですね、なんかその表を書いてくださいと、何シートかな、まあ、まあ、要は自分のね、情報とか書く、ほら、シートがあるじゃないですか。まあ、申し込み書みたいな、そんなこと書いてくださいと、要は言ったらね、もうなんか自分の中のレジュメを持ってきてるんで、履歴書を持ってきてるんで、なんでそんなこと、書かなくていけないのと、それにしかも何年緊急連絡先とか、そんなものを書かなくちゃいけないのと、そういったことを言い出したと、
それでですね、これは私のプライバシーだ、緊急連絡先に、親とかね、そういうのは私のプライバシーだ、書きたくないと、それで、ね、人事部の人が、これは我が社の、規定ですと、そういうふうに言ったところ、その、この、ね、面接に来たこの新世代の人はですね、まだあなたの会社に就職してないのに、なぜあなたの会社の決まりを、守らなくてはいけないんだと、いうことでね、じゃあこの人事の人がね、じゃああなたに、その面接を手配することは、できないと、そしたらね、新世代の人がね、じゃあタクシーで来たので30元くださいと言ったとね、それでね、その人事部の人は、あげないと、いうことでね、そんな感じで揉めてて、そしたらね、多分なんかのこれ、新エネルギーの会社なのかな、新エネルギーの会社で、このね、新世代の人はですね、ちょっと消防のことにちょっと詳しかったみたいでね、この、工場はね、消防法に違反しているということで、いきなりね、消防署に、ね、通報して、どこが、ね、違法かどうか、そういったものをね、写真撮って通報してしまったと、いうことでですね、非常に困ったということでね、ただね、これね、僕はね、なんていうのかな、結構いい傾向だと思いますよ。この、新世代っていうのはね、非常に合理的なんですよね。まずね、履歴書書きたくないと、いうのはね、僕、正直わかるんですよね。特にね、ほら、なんかさ、自分がさ、履歴書とか持ってきててさ、そこにさ、日本だったらね、住所書けとか言ったらもうイライラするじゃないですか。しかもなんかどこでもいいんですけども、紙が2枚来て、そこに住所書くとこが2箇所あると、それを手書きで全部書けと、そういうふうに言われるわけなんですよ。もうあれね、本当にやめた方がいいんですよね。で、中国ね、なんかデジタル進んでるって言って、日本も同じなんですけども、あらゆるところに、ね、紙が出現するわけなんですよね。で、紙に書けと、そういうことを言われてしまうわけなんですよね。だからこの紙っていうのは極力排除したがいいんですよね。紙をね、意味なく使うのは環境破壊ですからね。こんなもん住所なんて、例えばね、LINE とかでこうピッて送ればね、すぐに、経歴もそうですよ、レジュメとかもそうなんですけども、多分レジュメの量なんていうのは、LINE のメッセージ1本ぐらいでピュッて多分送れると思うんですけども、中国だったら WeChat ね、送れるはずなんですけども、それをやらないといったその機械な、状態に、ね、なってるんですよね。もちろん、ね、自分は紙がいいんだと、紙に書きたいんだという人はもう勝手に、紙に書いたりとか、プリントアウトする権利っていうのはあると思うんですけども、そういうふうに、なんつうのかな、手書きは本当、やめた方がいいですね。非常にこの新世代はね、合理的な、頭を、持っていると思います。はい、それでですね、このなんか消防法に関してもですね、これはね、なんつうのかな、やっぱね、中国ね、おっさんの方がね、適当にやるんですよ。で、日本でもそうかな、若い人の方がこれは決まりだっつって、いきなりぶち切れてしまうと、いったことはね、結構あると思いますね。だから若い人の方がね、なんかその、レベルが高いんですよね、言ってしまえば。特に中国はね、なあなあを許さないみたいなね、そういうところがあるんで、これは中国のね、なんかこの消防のレベルを高めるのに非常にいいことだと思ってるんで、僕は長期的にはいいことだと思っています。はい、ですね、その次なんですけども、上海ということで、中国のね、ニュースサイトの新華社っていうところがですね、新華社でいいんだ、新華社が行って、3人子供を産みましょうと、3人子供を産む政策をね、が中央から発表されたということで、それに対してね、統計を取ったわけなんですよね。そのインターネットね、多分ウェイボーでね、統計を取ったわけなんですけども、3人子供を産む政策が来ました、あなたたちは準備ができてますかということでね、それに対してね、1443人が、準備できてますと、それでね、2番目、
もうなんかなんていうの、スケジュールもできてますっていうのが213人で、まだ迷ってますとが828人、それでね、完全にそんなこと考えていないっていうのが、8万人ということで、まあ、簡単に言うと 99.9% がね、不可能だと、答えたということでね、この、統計をね、アンケートを取った後にね、この新華社っていうのはね、この結果が出た後に、このウェイボーを、ね、突然、ね、消してしまったんですよね、まあ、あまりにもやばすぎる数字だということでね、まあ、ただね、子供を3人産むっていうのは日本を含め海外でも、ね、なかなか厳しい、状態になってるんですよね、まあ、子供さんに育てるっていうのは、まあね、大変な、ことなんですよね、まあ、まあそれにしても、ね、中国っていうのはずっと、ね、一人っ子政策をやってきて、まあ、ここに来て、ね、いきなりここ10年ぐらいでね、まあ、3人産んでくださいと、しかも、ね、中国、ね、結婚するのに不動産のローンが高くてね、とてもお金がないという状態に、ね、なるんですよね。で3人産まないと人口が、ね、人口崩壊を起こして、行く方向性に、ね、動いていってるということで、まあやるとしたらね、一回不動産の価格が、ね、崩壊しないと2人も産めないよという、そういった状況になってくるんでね、1人でも厳しいよという、そういった状態になってくるんでね、まあ厳しいでしょうね。はい、今日の、ね、この動画が、ね、いいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチでした。再見。